春平です。ちょっと今ゲストハウスの中なんで、今日はですね、福岡最後なんでゲストハウスの紹介をしていきたいと思います。行きましょう。今日も出るよ、もうすぐね、出る。そこのゲストハウスに剣玉名人がいるんで、一緒に剣玉やりたいと思います。はい、今寺ついたんですけど、今からケンさんと対談するんで、その作業しながらでもいいんで聞いてもらえればありがたいです。はい、今からちょっとスタッフさんのケンさんと今後についてと、どういう経緯で今こうやって旅に出てるかなど話していきたいと思ってます。お願いします。はい、夢からいきましょう。夢は、はい、自分アメリカで生まれたりとかして、うん、でまあなんか学校とかも行ってなかったりするタイプなんだけど、一回サラリーマンを経験したんだけど、なんかこう違うなってなった経験とかがあって、でかつ自分の家族とかがそんなに今豊かではないので、まあ、家族とか、まあ、小さい子とかもいるから、その子たちの役に立ちたいし、自分が幼少期にあったそういう経験とかをしてほしくないっていう思いが強いから、うん、で自分で何かしら、事業とか始めて、これでよかったなみたいに言えるような未来を作りたいなと思っていて、でその過程の中で自分がこうスタンダードにすごく、あったかくて面白いなって思うような仕事が、ゲストハウスだったから、それで少しずつ自分の独立に向けて動いているよみたいな感じですね、はい、はい、そうですね。ゲストハウス僕も初めて来たんですけど、スタッフさん温かくて距離感も近いんですよね。なんで話しやすいし、今から語る将来の夢とかも語っても全然笑われないし、似てる人が多いなと思いましたね。僕もそうです。ケンさんみたいな人が多いなっていうのは感じました。で、まあ僕の将来の夢なんですけど、僕は将来起業しようと思ってて、正直何で起業するかっていうのは決まってないんですけど、3つあってざっくりと。で1つ目が自分のやりたいことを仕事にするっていうのと、で2つ目がその仕事で周りがついてきてくれるような仕事をするっていうのと、3つ目が誰かを笑顔にする仕事をするっていうのがあって、で自分は去年の12月まで会社にいたんですけど、でも結構大きな会社 で人間関係も悪くなくて、で仕事も別にそんなきつくないっていう状況だったんですけど、でもなんかこれでもし死んだら後悔するっていうのがあって、自分のやりたいことをやろうと思っていろんなこういう模索していく中で、勉強とかしていく中で、あ、こういう生き方があったんで、こういう生き方があったんだっていろいろ出てくる中で、もっと世界のことを知りたいとか、そういう生き方も見てみたいっていうので旅を始めました。なんでそうですね、将来の夢は今は一番起業ですね、はい、
なんかカジュアルに好きなことをやって生きていいんだよみたいな世界観をもっと広げていきたいし、うん、そう旅人さんとかバックパッカーさんとかとやっぱやり取りすると、やっぱ本当にそうなんだなと思う日々だから、まあ、自分もその体験を持って、ね、もっと強くなりたいなと思います、はい、ありがとうございますYouTube 僕も始めたんですけど、ケンさんも始めてて同じタイミングで始めてるんですよね。なぜ YouTube を始めたか聞きたいと思います。はい、まあ、自分が YouTube 始めた理由は、うちのオーナーが、まあ、ゲストハウスを今2店舗やってて一緒にずっとやってるって状況なんですけど、で自分が独立するまではここの環境にいる。でこの環境の中で例えばね、それこそバックパッカーさんであったりとか外国の人とかいろんな、生き方をしている人、自分たちで何かビジネスやってる人であったりとかいろんな人が来るから、彼らと一緒に何かできることがないかなって考えてて、まあ、僕は比較的 SNS とかインターネットの触る方の人なので、そこの中で一つ自分のコンテンツになるようなものがあったらいいなって思ったのと、時代の流れ的に例えば今の大学生さんとかだったらインスタ交換しようぜぐらいのノリで YouTube のチャンネルを交換してる人とかももうザラにいるから、始めるならもうそろそろなんじゃないかなっていう、そういう箱を持つようなフェーズに移行したいなって思ったことがあり、あとまあ比較的好きなことでできるんじゃないかっていうのと、自由に定住をしなくていいような状況が作れるかもしれないっていうのがすごく大きくて最初の理由かな。 YouTube から広告収入というより自分の持ってる商品じゃないですけど、そういうゲストハウスとかを宣伝するっていう意味で、そうだね、メディアの一つとしてやってるし、もちろん広告収入まで伸ばしたい気持ちもあるけど、スタートダッシュとしてメディアで、やるかやらないかの差がでかいなっていうふうに思ったのが大きいかも。そうですね。けど、まあ、僕もちょっと似てて、自分将来起業するっていう夢があって、まあ、起業もそうですし、その前に段階でフリーランスとかそういう個人事業主で働くにしても、やっぱ世の中最近今 SNS が普及してきて影響力って大事だと思うんですよね、一人一人の。だからその自分のことを知ってもらうっていう面でもその YouTube を始めて自己紹介にもなると思うし、その自分のスキル、こういうトークスキルもそうですし、こういう動画編集のスキルなども、まあ、自分の今何もスキルがない中でこうやって仕事辞めて旅に出てるんで、そういう面でも Twitter、インスタの発信もそうですし、 YouTube やノートなどライティングスキルも上げたいと思って今やってる感じですね。わかる、これ一回一回すげえ練習になる。はい、そうですね、超わかる。例えば前とかだったら自分が仕事をメインでしたいこと以外の時間って、まあ、何かインスタを見たりとかツイートとかしたりとか、はたまた自分の好きなものを調べたりとか、まあ、映画見たりとか友達と遊んだりっていう、まあ、豊かな時間ではあるんだけど、それしかなかった。でも今はこうやって YouTube を一緒にやるっていうね、 YouTube やろうぜってゲストさんと話して自分たちで来て、また新しいものを取り入れて、そのこれを一つのアウトプットとして、うん、で次にまた持ち帰るっていう作業が入るし、でこの循環の中でさらに変化していくんじゃないかなと思ったのは大きいかな。そうですね、自分もアウトプットだと思ってて、この場所はで今 YouTube とか周りから恥ずかしいとかあるかもしれないですけど、やっぱこうやってこういう環境に飛び込んでみるとそれが普通だし、やっぱあるものは全部使っていかないと生き残れないと思うんで、時代的にも自分でやりたいこともそうですし、そうですね、そんな感じですね。 SNS は全般的にあるものは全部使っていこうっていう考えですね、うん、はい。恥ずかしいがなくなるよね。最初これめっちゃ恥ずかしかったよ、ね、はい、めっちゃ恥ずかしいですよこれ。僕もでも去年とかで見たらこいつ痛いねみたいな目で見てましたけど、分かる。実際やってみるとなんか全然恥ずかしくないし、しかもめっちゃワクワクする、はい、楽しいです。めちゃめちゃ楽しい。そしたら、まあ、個人的に聞きたいことなんだけど、今の日本の働き方とかそういうものって、まあ、こういう生き方を選んだ側としてどういうふうに思ったり感じてるのかなっていうのはすごい気になります。そうですね、日本人が働きすぎって、まあ、世界から見ても分かることだし、で僕がやっぱ一番思ったのは日本は承認欲求が強いなと。まあ、インターネットの普及によって、まあ、ある程度は仕方ないと思いますけど、やっぱ周りからどう見られるかがちょっと強すぎて、やっぱ自分らしい方ができてないなってのがあって、分かる。まあ、周りの人があの人は会社に60年ぐらいいるから偉いみたいな、そういうので、まあ、自分みたいにこうやって 1,2 年で辞めてこうやって旅出る人が変わってるなみたいな考えがちょっと強すぎるなと思います。で、やっぱ海外とか見てみると自分を発信するっていうのが全然恥ずかしいことじゃないし、まあ、こういう YouTube もそうですし、インスタ、Twitter もそうですけど、自分をさらけ出すってこと本当に大事かなと思って、周りからどう見られるより自分を発信していきたいなと思ってますね、はい、すげえわかる。なんかまあもちろん偉い人とかは偉いし、すげえ人はすげえだけど、その人はその人だし、周りの人がその人の価値を決めるわけじゃない。そもそもみんな価値あるじゃん。でそれをこうやりたいことが含めてどういうふうにアップグレードしていくかっていうのが多分もっとグローバルな前かなと
なってすげえ思うし、みんなそうなってほしいなって、やりたくないこととかできるだけやらずに、はい、好きなことで生きていける努力をできる人が、増えたらいいなと思うし、僕はそうなりたい。もう一個なんだけど、どうしてバックパッカーやろうと思う？あー、そうですね。自分も高校から卒業してすぐ社会に入ったんですけど、自分がバックパックやるなんて思っていなかったし、で自分も60歳ぐらいまで好きでもない仕事を続けてそこそこの給料をもらって生きていくんだろうなと思ってたんですけど、やっぱ1年も働いてみて、さっきも言った通り1年働いてみていろいろ勉強したりするとやっぱさまざまな生き方が出てきたんですよ。で多分自分が知らない世界が多分もっとあるんじゃないかっていうのもあって、で自分旅も好きなんで、そういう面で含めて世界を回ってみたいっていうのと、いろんな生き方を見てみたいっていうのがやっぱ一番強いですね。素晴らしい、たくさんのインスピレーション、はい、そうですね。ここ来て、まあ、10日ですけど、福岡来て10日なんですけど、やっぱ様々な経営者とかも結構ゲストハウス泊まるんで、自分そういう話も聞けたし、自分みたいな旅しただ旅してる人もいるし、何かしらの理由があって来てる人もいるし、さまざまな人がいる中でそういう交流が生まれて価値がある10日間だったなと思います。はい、嬉しいね。ここから先もいい旅にしてほしいな。そうですね。じゃあ僕も質問なんですけど、もともとお互いサラリーマンだったんですけど、で僕はこういうさっき経緯があってバックパッカーになったんですけど、なんでケインさんはこうやってゲストハウスをやるってなったか聞きたいですね。まあ、元々普通に大学を卒業して、で新卒で人材会社の方に、入ってました。で、入った理由としては、まあ、自分で独立したいとか自分で起業したいっていう思いが強かったんだけど、実際入ってみたらその場が悪いとかじゃなくて、すごい成果を求めなきゃっていう風になって、毎日仕事を頑張ってたら極端な話、人とお金の違いがわからないところぐらいまで自分がすごい利己主義な人間になった。でまあ、その利己主義な状態で、まあ、生きてってたらやっぱり人間関係とかトラブルとかすごい起きちゃって、それですごく、メンタル病むみたいな経験があって、もうなんか実際もう鬱ですみたいな感じになって、布団からこう人間に全然なれないみたいな、お散歩しかできないみたいな状態になって、まあ、そもそもじゃあ普通に頑張ってたのに懸命に生きててなんでそんなことになったんだろうとか、考える日々で、その時に父は弟がいて、弟が子供がいて、まあ、小さい子なんだけど、その子と遊ぶぐらいしかやることがなくて、で遊んでたらその、まあ、小さい子に、まあ、ケン君って言うんですけど、ケン君優しいねって言ってもらって、でびっくりして、それまで実はその姪っ子はあまり僕のことを好ましく小さい子なりに思ってない、避けてるような状態だったけど、ケン君優しいねって言ってくれたその子で、であじゃあそっちの方に突き抜けようっていうふうに思ったのが最初で、そこからなんでゲストハウスに引き継いだかっていうと、僕はほら父親がアメリカ人だったりとか、アメリカで生まれたというのがあって、僕がこう幼少期に見たような当たり前のような風景、たくさんの多様な人たちがいてみんなで美味しくご飯を食べていたりとか、その環境が僕にとって普通だから、それを商売の種にしたいっていうふうに思ったのが一つあって、で、うちのオーナーとやりたいことがマッチしてるので、じゃあ一緒にやりましょうねってジョインして今に至る。でこのキャリアを積んで、さらに、自分ができることをやっていきたいなっていうのが今なのかな。そんな感じかな。回答終わってる。大丈夫です。OKOK。そうですね。なんか一つのきっかけが原因でっていうのもありますよね。やっぱそういう仕事を、今の仕事をしてるってことは、あるし、個人的にはそのメンタル落ちた経験っていうのはすごく大事だった。あれがない状態で。もし、ここから何十年生きていくっていうのを考えると今逆に怖い。あれを経験していることによって優しかったりとか、人に本気で思いやりを持ったりとか、そういうものがそのどれだけ大事なのかっていう、自分が当事者として学んだって気持ちがめちゃめちゃ大きくて、だからそれができるところしか僕はもうやりたくないし、そうじゃないところは避けていきたいみたいな感じになる。正解は一つじゃないですもんね。ない、人生の正解は、ね、10人いたら10通りあると思うんで、人生の正解は、人それぞれの価値観ですよね。そこはその通り、その通り、でも何がいい悪いとかじゃなくて、まあ苦しむ人は絶対に減った方が良いから、それは大事にしていきたいなと思っている、はい、ありがとうございます。はい、みたいな、みたいな感じですが、そうですね、こんな感じで、まあ、対談終わるんですけど、はい、将来の夢が似てるっていうこともあって、ここまで仲良くなっちゃったんですけど、いい感じになるとね、はい、将来なんかお互いこうやって成功して語り合えたらいいなと、ね、はい、
とりあえず収益化しようか。そうですね、収益化、とりあえず収益化して広告とか言いつつ収益化もちょっと狙っていくっていう。そうだね、はい、伸びたで、ね、そうですね、そっちの方がいい。まあ、あとスキルアップしたりとか。そうですね、お互いのいい方向にお互い引っ張り合えるような感じで刺激し合えるような、はい、はい、中に刺激慣れたらいいですね、はい、はい、ではそんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またね。